おはようございます。成沢です。めっちゃひげ面でーす。昨日は夜ちょっと撮影ができました。うん、久しぶりにタイムラプスも撮って満天の星空を楽しんだ感じですけども、今日はこれからワディファームに移動してですね、ワディファームに帰ります。で、そこで、今日は天体撮影かな、赤道儀立てでの撮影を楽しみたいと思います。ここからワディファームは600キロぐらいなのかな。一応ね、うまくいけば昼過ぎた12時、14時か2時には着くだろうという予測で立ってます。まあ、ちょっとね、みんなやっぱりこのツアーのチームは天体写真を、撮りたい方が多いので、やっぱりワディに早めに入って早めに準備にしたいというのが、あるんだと思います。で、そこで、天体写真の撮影を楽しむということで、もうこのツアーも最終局面になってきました。はい、では今日もじっくり撮っていきたいと思います。昨日ゴーストタウンだった。ここマウントマグネットですよね、川野さん。なんか今日は街もやってるみたいっぽい。めちゃめちゃうんちがしたい。めちゃめちゃうんちがしたい。どうしたの？なんかおかしい？エンジンオイルを注入しております。これあっちもやった方がいいんですか？じゃあこっちだけでいいんですか？それどこに入れたらいいかってのさっき聞いてたんだ。あ、違う、あの粘土が。この粘土がどこにも書いてないんで、あのおじさんにどういう種類入れればいいんだって言ったら、リゾロそれは分かってるよ、みたいな。こっちは水でとか、いろいろ教えてくれるんですよ。それはいい。それは寒い時から暑い時から、どこまでどこまでっていう数値。あー、それ、さっき言ったのこれなんだ、この数値なんだ。あ、めっちゃ勉強になる、これ大事。日本入れへんの？いや、あの、自分で入れたことない、恥ずかしながら。あ、そう。入れもないですね。うん。ガチャッと開けるレバーがついてる。助手席についてんの？はい、そうなんだ。日本の車だ、あったら勝手に止まったりするじゃないですか。うんうん。ああ、止め、それで止めなきゃいけないんだ。へぇー。下がりますよ。はい。いや、こういうの俺弱いからめっちゃ勉強になるわ。1リットル1300円？あ、高いんだ。高いんだ。な、高いのか安いのかもわかんない。そうなんだ。これ使うとこないって言ってましたよ。途中でいいんで。途中でいい。またなくて、なくて、欲しくもんって言わない？大丈夫。昨日も食べるためにも言って。昨日は飲まなくていいって言って。どこからか、どこからか。お腹空いたもん。うち行かれへんって言われる。お腹空いたもんって言うの。はい、行く。行く。はい、はい。だって星かもんって、めっちゃ真似されてるじゃないですか。よし、じゃあ次は私が運転しますよー。え、パースでは電波良かったんですか？パースも痛くなくダメだったけど、2日目からはしばらくちょっと繋いだ。昨日から全然繋がらない。あー、そうなの。昨日から全然繋がらない？繋がらない。あ、マジっすか。なんでそんななんか波あるんでしょうね。私今回事前にアマゾンでSIMを買ったんです、安いやつ。それ、アンドロイド使ってる人はそれで全然大丈夫だよっていう感じだったんだけど、自分それ入れてみたらそうでもなくて、iPhone とアンドロイドの違いなのか、オーストラリア、その人を使ったのはアラスカなんですけど、オーストラリアとアラスカの電波強度の違いなのかがちょっとわかんないんですけど、なんか諸説ありますね、なんかね。去年アメリカ行った時は、その、ドコモの携帯のその回線がこっちで使えるってのも、全然知らなかったっていうか連絡なかったんですよ。今回オーストラリアに着いた瞬間に、SMS がこう送られて、海外だとこういうプランありますよみたいな案内だったんですけど、ね、便利になったなと思ったんですけど、やっぱそれでも電波は弱いままです。なんか野田さんやたら強いですよね。そう。なんでなんだろう、あれ。
私もそんなに大げさに強いわけじゃないんですけど、60ギガ30ドルか。結構使うんですよ、60ギガってね。結構使うでしょ？うん。そういうことライブ配信でもやんない限りそんな使わないですよ。ねえ、動画見まくるとか。うん。ここはどこなんだ？一応 4G が立ってる。ペインズファイン、ペインズっていうところなのかな？に、来ました。ガソリンスタンドでーす。ガソリンスタンドのカフェ、カフェコンビニ。なんかこういうアメリカンっていうか、いいよね、この雰囲気。すごい好きなんだけど、俺。どっから入るのかな？ご飯をかぶって言ってましたね。おー、なんか雰囲気いいじゃないですか。砂漠の売店って感じ？食べ物がない。あら、売っていない。マジですか？とても雰囲気のいい場所なんですが、食べ物は何も売っていないと。ご飯どうするよって感じに今なってますね。子供みたいな。俺何になってんですか？似合ってますよ。マジ？うん、めっちゃ似合ってますよ。違和感ないな。違和感ないよ。なんか、だって髪の色同じだもんね、これと。だんだんと、背の高い木が増えてきた感じです。北に行けば行くほどその雨が降らないので木が育たないらしく、南に行くとまだ雨が豊富に降るので、背の高い木がだんだん増えてくるっていう、なんかだんだん鬱蒼としてきましたね。ムーラという町に到着しました。ここで買い出しです。なんか買い出しと運転とばっかなんか記録してる気するけど。手前一丁発見。まあ、でもどんだけ入るかだよな。重量のこと。空港では買えないの？空港じゃないのか？なんか買えるんだけど。うん。ここの安く買えるだろうっていう。一応重量は目いっぱいじゃなかったもんね。余裕あったもんな。3キロか4キロかそんぐらいは。すごい大きな虹が出ました。わあ、すごい濃いな。わあ、ちゃんと絵になってるよ。わあ、すごいすごい。え、そうなの？あ、本当だ。あ、虹の並びが逆なの。あ、本当だ本当だ本当だ。内側と外側虹の並び逆だ。わーお、すごい。すごい。うわー。よいしょ。あ。マジに帰ってきました。はい。で、7はダブル。電球が、ああ、すごいですね。結構おしゃれだよね。ベーって。ベーって。こんなところにこんな快適なスペースがあるとは。トイレとシャワーもついてます。ということで、ワディ、ファームに帰ってきました。で、ここで、今日、明日、過ごして、明後日、パースに向かうのかな？で、飛行機で帰るっていう予定になってます。で、最後の2日間は、まあ、定型写真でもなく、タイムラプスでもなく、天体写真メインで、がっつり撮っていきたいなと思います。まだ、エータカリーナとか、ジュエルボックスとか、あと、ダイマゼラン星雲、タランチュラ星雲とか、そういう南半球の、メインの、天体写真っていうのは撮影してないので、それをこの今日明日の撮影でじっくりやってですね、
で、ついでなんか YouTube 用の動画も撮っていこうかなと思ってますけども、最後にオーストラリアの夜を楽しみたいと思います。じゃあ、これからみんなでご飯を食べに行きます。こちらのお部屋に集合ということですが、まだ誰も集まってない。ザース。いい匂いする。おはようございます。成沢です。ワリで迎える朝でございます。昨日ですね、なんかもう私は気抜けちゃってもうすっかり、動画とかを撮影せずに夜を過ごしてしまったんですが、今、私の機材めちゃめちゃ散らかってますけど、このワリのお部屋の外、この中庭なんですけど、こっちね。中庭側から、もうこうやって、機材出して撮影できるような状況になったんですよ。あそこにある黄色い袋が私の機材ですが、もう曲軸合わせを済ませてしまっているので、今日はもうストレートに撮影に入れるっていう感じですね。昨日も一応撮影したんですけど、なんかね、天気がね、こう曇ったり晴れたりを繰り返してて、しかもちょっとね、機材のセッティングに戸惑ったんですよ。だから機材のセッティングが完了する頃には、もう雲が出始めてて、で、雲がこう、通ったり通らなかったりっていう感じでね。割と昨日は南十字坂の付近を撮りたかったんですけど、機材がセッティング終了する頃にはもう低くなっちゃったので、今日はスタートダッシュで、南十字坂のあたりの天体を撮っていきたいなーっていうふうに思ってます。頑張っていただいてます。あと3日。はい。では、ワーディーブッシュリゾートの中をご案内しましょうかね。はぁ。マッティー草食べてるの、お馬さん。わあ、すごい引き締まってる。かっこいい。こんにちは。こんにちは。あ、来てくれた。うん。おはよう。おはよう。綺麗だね。綺麗だね、すごい。わあ、大きい顔だ。黒目も大きい。この子、靴下が3つ白くて、1足だけ黒い。あ、うんちしましょう、あんた。めっちゃうんちしたやん、今。ビチビチして。ちょっとこれ映せないよ、それ。何売れうんこしたの俺に会って売れうんこしたのお馬さんが売れうんこしました。あ、自分、へこいだろ、今。へこいだろ、今、お前。ほら。自分先へこいだろ。な。おならしたろ。ん今ずっと赤かったじゃないですか。赤かった。で、途中一箇所だけ川があるとこが、両側2キロだけグレーだったんですよ。へ、はい、ピナクルズというですね、観光地に行きます。あれ、ピナクルズって国立公園の？そうそうです。あ、国立公園だそうで、このワディファームから、まあ、50分ぐらいで着くみたいです。次回一人で来た時のためにちょっとロケハンしたいなと思ったんですけど、ちょっと何人かで観光に行こうよっていうことで、今向かっているところですね。なんかお金くれって言われるとこだよ。うん、お金払うんです。お金くれって言われるとこだよ。国立公園だから。そうだから絶対泊まらせる、このパターン。うん。ストップ。Thank you. Alright, so straight down the end. Thank you. チキン南蛮。
チキン南蛮。あー、出てきた。でけえ、こんなにいっぱいあんな。わお。これ何なのこれ。何なのこれ、すごいな。ちょっと危険かなぁ。あ、ほんとだ、危険っすね。止めて歩きますか？バスはダメって書いてある。バス。バスかな、これ。これバスっぽいですよね。へぇー、こんなんなんだ。戻って車止めちょっと歩きますか、じゃあ。戻るのが、ここで戻るしかない。でもワンウェイだもんな、これ。こっちは行けないもん。行ってみますか。あれ？ワンウェイ？行ってみます？あれ、大きいバスでしょ、あれ。うん、大きいバスですね。大きいバスはいけない。行きますか。わぁ、すごいなぁ、でも。すごっ。わ、来てるじゃん。すーごっ。岩が並んでますね。ここが、ピナクルズデザートっていう、この、一個一個の、これがピナクルズ。ピナクルズデザートっていう、砂漠みたい。なんなのこれ、すごいな。夜の成形写真もいいけど、タイムラプスがやっぱいいね。なんかスライダーとか使って、こういう感じで。ね、タイムラプスだったらいいよね、こういう感じでね。いつか必ず来ようと思います。てか、あっちにも見えるし、そっちにもあるし、この向こうにもあるし、めちゃめちゃ広大ですね、ここ。こんな、なんなのこんなに岩、たくさんこんなゴツゴツ、なんでこんないっぱいあんの。デカさーん。遠近法遠近法。デカさーん。デカさーん。がっつり揚げましたって感じすんな。すごいね。あ、中はちゃんとケバブだ。でかっ。でかい。中の肉もすごい。これどうやって食べればいいのこれ。かぶりつくのかな。かぶりつくのすら結構困難なんだけど。太いね。難しい。あ、でも美味しいわ。うまい。これじゃないの。こらうめえ。よかった。よかった。はい。はい。かぶってもらおうかな。お風呂ね。うん。大丈夫。大丈夫。すごい。はい。はい。乾杯。乾杯。こんなに見えるよって。え、それ見えるんですかって言ってコメントくれ。みんな知らないよ、だって。おはようございます。おはようございます。テニスさんが動画を撮ってたんで、私も撮ってます。新しく買った、スマホ用ジンバルで。あれもね、どうなんでしょう。自分もなんかね、まだ答えてないですけど、どっちになるんだろうね、これね。スマートなんだけど。スマホ、いいけど、これやってる時にスマホ使えないっていう、ああ、まあそうですよね。そのまま編集したりとはそっちでいいんでしょうけどね。うん。
あ、まあ確かにね、ここでね。そう、ちっちゃいんですけど、ね、この辺は。結構ワイドなんですよ。だから、ホワイトだっても全然違和感なくて。そうですね。あ、全然 OK じゃないですか、この方がこう、直感的で。ということでですね、昨日ね、めっちゃ雨降ったんですよ。めっちゃ雨降って。なんかこう、すごい。いらないことを確認するために買っちゃう機材ってないですか？あるあるある。これとか。あるあるある、あるある。いや、でもね、まあ、使うっちゃ使いますよ。あれ？スターリンクも雨濡れてるよ。大丈夫。これはもう元々防水コースあ、ずっと置いてたんだじゃあ。ああ、そうな、防水なんだ、スターリンクって。これ野外に、ね。すごいね。ああ、そうか。まあ、アンテナだもんね。昨日はね、雨で、全然写真が撮れなかったので、今日晴れてほしいなと。私の機材はあそこでずっと待機してるんですよ。曲軸が出た状態でね。あそこで待機してるんですけど。晴れるといいな。まあ、今日一応予報は晴れる、そうなので。今動画編集をしています。今日は夜までというか、もう明日帰るだけなので、一日やることないんですよ。ですので、溜まりに溜まったというか、まあ、何かしらここから明日のこと考えて仕事していかなきゃいけないなと思うんですけど、とりあえず、ZFC でね、ZFC とあの、シグマの16の 1.4 で撮った、あの、タイムラプスムービーが ZFC の中で、こう、ね、撮って出しで作ってくれるものがあるので、それ使って今、ショート動画をですね、アップしてるところですね。もっと強力なノートパソコン欲しくなるな、これ。南半球の天体写真を撮りたいものが撮れてないので、天気が良くなることに期待ですね。最後の夜を過ごしたいと思います。大丈夫だね。撮影スタートしましょう。わあすごい伊勢エビでいいんですかこれはロブスター伊勢エビで日本では伊勢エビというこっちはロブスターですかうわあこっちはロブスターというビチビチいってるすげえはいあのいうわビチビチいってるよビチビチうわビチうわビチった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 一回調理したことあるんですけどこれやっぱ大変だったね名前いくよじゃあ、倒します。あっち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 負けない負けないビチに負けない負けないぞどうかなとあ、ここグッとこう、食い込むぐらい掴んだらおとなしくなるのかなこれ。今めっちゃ強く掴んでるんですけど。ビチリビチリ、おいねえ、これバター焼きしたいなと思って。
刺身。おおこれ、1匹でこれを取れたの ?2 匹で。おおすごい。わさび欲しいですね。OK! これ、ちょっと俺も最初、って言ったけど、やってみてるもん。ロボット出るから、お皿の上にちょっとあ、醤油ソースはね。醤油ソース。おいしい。もうすでにお腹いっぱい。まだ一匹だ。うんうん。これ、ちょっとここ美味しかったよ。まだまだまだ。カメラカメラ。まだ行く。いい、いい。よければ行ってください。はい。うん。あ、本当にいたな。うまいやろ。そこ一番うまいとこやね。いい、うん。うまい。すごい、なんか現地の人の感じ。うん。バーディー。おーい。ほらほら。一口これいっちゃうんですか、これ。うわー、すごい。いやいや、それもだ。氷出す。うわー。刺身手でいただきますよ。いいですか。醤油、わさびはないが、いただきます。おお、プリプリ。めっちゃプリプリ。あ、な、めっちゃプリプリ。刺身？刺身。あ、これはうまいぞ。だいぶクレナズんできました。みんなそれぞれ。機材をセッティングし始めてます。今日は晴れそうだね。昨日雨がドッと降って、昼間のうちは雲がガンガン出たんですけど、地上に吸った水がどんどん雲だったんですけど、全部上がったみたいだね。あれ？細かいことなんですけど、月が北にあるんですよ。ここにあるんですけど。これ太陽沈んでるんですよ、こっち。西なんですよ。西なんだけど、月が北にいるっていうね。しかも、ひっくり返ってんのかな？北半球の価格で上限とか下限とか考えてると、頭おかしくなるね。じゃあ、私も、あ、金星見えてきた。よし。準備しましょうかね。今日が最後の夜だ。取り残しのないようにしないと。次いつ来れるかわかんないからね、南半球。104まあさっき工事も合わせたけどさ M104 と別の天体としかありませんそらそうや印象を覚えといてすぐオメガに見えるからね同じ倍率で、ね、あオメガ見たいオメガ見たい山木さん先どうぞオメガは違うのよ、はい、同じ130倍で今度はオメガです私はこっちの方はちょっとグロテスク。ああ、なんだこれは。視野全体が明太子だ。視野全体が明太子？ええー。高くないけど。あのね。好きかって言ったら。オメガもこんなでっかいやろ。でも一番。あ、でかいでかいでかい。ああ。周辺まで行くと同じぐらい臭い。ああ、でかいでかいでかい。集中度がまるで違う。これでもなんか粒々の中になんか暗黒体みたいなの見える。気のせい。ああ、あれ。おー。でかし。でかし。でかし。ん？こっちはタランチュラっていうか。暗闇の中で仕事してる感じするパソコン2台並べて普通にオフィスワークしてるみたい違います望遠鏡操作しますこれですこれです悪い顔しましたよねめっちゃ悪そうタランチュラ星雲がまだ発見されてない時に、うん、大口径で初めてタランチュラ星雲見つけた人は
がいたとしたら、ね、めっちゃ怖かったと思うよ。俺のこと見てるのかなみたいに思うんじゃないかな。手動ドアに久しぶりなめり、これ覗けると思いますこれ。どうやって覗くこれ。それ X マウントの私みたいな感じですね。これはやばい、覗けないですよこれ。あー、その角度は辛いな。いこれは無理かな。え、どこ、エタカリードどこ、あ、いた、いるけど。それ首痛めますよマジで。いるけど、これ入ったら奇跡だな。とりあえず私の機材を紹介しましょうか。これ今月が沈むのを待ってるんですけど、これは X マウスの時と同じですね。スワット兄貴に今は GFX がついてるのね。そしてこっちがちょっと大変なことになっちゃって、これもまあイータカリーナを撮ってるんですけど、ほんとね、クルックスに SD81S に EOS R にエーサーエアがついてるんですけど、 EOS R をメインカメラに使うとデータが重いみたいで、すごい転送速度が遅くて、結局ね、このガイドスコープで使ってたやつをメインカメラにして、で M 限つけちゃった。 M 限でオートガイドして EOS R はエーサーエアには接続せずやってる感じですね。そしたらなんか、こんなケーブルまみれになっちゃった。あ、山口さん、ありがとうございます。あの、無事動きましたよ。やった、よかったです。あれ、ピントちゃんと来てる。朝を迎えました。昨日はね、ここから撮影をさ、あれ？まだスターリンクがあるぞ。撮影をしていたんですけども、今荷物のパッキンを終えて、また帰るだけになりましたね。いやー、それにしても2週間あっという間でした。ここ、なんかすごい宿泊施設も綺麗だし、まあみんなが好んで使ってる理由もすごくよくありますね。昨日はね、とにかく夜露がすごくて、もうバッテリーが追いつかなくてですね、そのレンズヒーターと、USB 9.5 で、バッテリーが追いつかなくて、もうてんてこまいですね。だから、最初2台出してたんですけど、バッテリーが追いつかなくなって、結局その、あまり電力の使わないスワット1台だけで、昨日は撮影するような感じにシフトしたんですけども、まあにしてもね、寒かったし、湿度も高かったしで、結構過酷な撮影でしたね。川野さんに聞いたら、ここまで夜露がひどかったのは、過去一だって言ってましたんで、ちょっと我々ついてないなっていう感じなんですけども。はい。ということで、2週間あっという間でした。最初の1週間は日食で、あとの一週間はこう、キャラバンしてみんなで、やいのやいの飲み食いしながら、写真を撮っていく、星の写真を撮っていくっていうような、旅でしたけども、とにかくなんか参加してる方がみんなベテラン揃いで話聞いてるだけでも本当に、役に立つ情報ばかりでですね、星撮ってなくても結構楽しかったっていう感じですよね。そんなツアーでございました。まあ、今回、自分は南半球未経験だったので、まあ誰かにこう、連れてきてほしいなというか、まあガイド代わりにね、なってくれる方がいればいいなと思ってたところにこの話が来たので、飛びついたわけですけども、次回はね、いろいろ自分で調べてやっぱ取りに行きたいところっていうか、
うん。取れ高的には、まあ、それは今回は全然期待しなかったんですけど、そこそこのレベルで、まあ、昼間のタイムラプスとかね、やっぱもっと撮りたいなっていう風景があったので、ゆくゆくは一人で来て、思いっきり撮影を楽しみたいなと思います。よし、このオーストラリア Vlog もここまでかな。はい。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイしたっけねー。